インフォ神奈川優しい日本語。仕事に必要な日本語を勉強できます。日本語を勉強できます。日本で働くために必要な情報をもらえます。オンラインでやります。0円です。詳しくはホームページを見てください。やること、仕事で使う日本語の勉強、日本で働くときのルール、履歴書の書き方、申し込むことができる人、日本で仕事を探している人、日本語ができなくて仕事がない人、日本で仕事をするための情報が欲しい人、次のビザを持っている人が申し込むことができます。日本人の配偶者ビザ、永住ビザ、永住者の配偶者ビザ、定住ビザ。申し込みはあなたの家の近くのハローワークで申し込んでください。通訳がいる神奈川県のハローワークもあります。ホームページを見てください。申し込むときに必要なもの、あなたの顔の写真、縦4センチ、横3センチ、在留カードかパスポート。わからないとき、日本国際協力センター、JICE に聞いてください。